なんだこりゃ。デブでーす。弟子でーす、ね。奇妙な動きをする人たち。鼻で飛んだ。そんなに面白くないですよね。びっくりしました。びっくりしました。ヘッキーさんの、初めてのレクチャーのパート2ですね。2回目、2回目でございます。はい、はい、よろしくお願いします。教えていただいてよろしいですか。はい。はい、どうぞ。1000円と1万円。ほう。前回のレクチャーの時も、うん、1000円と1万円だった。入れ替わるやつでしたっけ。すごいすごい。ゼロが1つ増えるって、ね。ああ、すごいすごい。1000円のね、ゼロが1つ増えるっていうやつだったんですけど、はい、今日はですね、ちょっと割と小さい子にもできるので、うん、このぐらい、このぐらいの子もできる。そうですね、違います。そっちの小さいじゃなくて、年齢が小さい。で、やって、お教えしたら、お母さんに見せて、喜んでもらえたなんていう声が、それは嬉しいね。はい、帰ってきたのがあるので、はい、それやってみたいと思います。やってください。よろしくお願いします。見てる人みんなできるの？できるできる。今すぐ1000円と1万円を、うん、ご用意ください。目の前の社員がね、見てくださってる良い子たち、はい、まあね、できると思います。そうですね、はい、本物のお札でーす。良い子たち、こんなお金持ってないけど、まあ、お母さんちょっと玩具銀行とかでもいいんで、そう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 、はい、お願いします。ご用意いただいて、はい、これをですね、まあ、1万円を1万円まず横に持ってくださいね。ユキさんお金持ちだからこれで説明しますからね、はい、で、1000円をこう縦にして1万円の上に乗せます。大丈夫ですか。はい、これをね、くるくる回すだけ。くる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 。僕そんなにおっぱいないよ。いや、あった、ごめん、あった、ごめん、やって続けて。いいんです、これ見やすいようにここでもやってますけど、別にテーブルでもいいんです。はい、ちょっと見やすいようにくるくるしました。はい、ちょっとこう出しときます。テーブルみたいにこの状態でおまじない、まあ指鳴らすでもエイでも何でもいいんですけど、そうすると確認なんですが、さっき1万円を下にして1000円を縦にして手前に置きましたよね。マジナがうまくいってると、なんと1万円が前に来る。出てきた。そう、なんで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 。マジックだからです。くるくるして戻しただけでしょ。そうです。そうなるの。なるんです。僕ね、初めて知りました。え、嘘。本当、斜めにやってたことあるけど、ね、そうですね、師匠から一番最初に習ったのは斜めだったんですけど、うん、こっちの方がやりやすいよね。誰でもできるよね。子供たちにもそう伝えやすいし、うん、分かりやすいし、うん、ここでできるので、うん、大人の人たちもほらドキドキしてみるし、はい、いや、そういうことじゃなくて、この辺でやれるから分かりやすいよね。分かりやすいかなっていう、やり方教えてください。やり方です、はい。とにかく後ろにするお札は横、横、手前にするお札は縦、縦で、まあ、ここの上揃えて、うん、くるくるして、うん、この今1万円なんですけど、うん、1万円を超えれば、うん、もう逆になるっていう、ただそれだけなんですけど、うん、わかりますかね。こうまだ下だよね、うん、ここで、ね、ここで今実は下にあったやつが上に出てきて、もう一回転させると、これでもう入れ替わってるんですね、うん、上下が、うん、で、まあ、おまじないかけて1万円の端っこを押さえながら広げればもう上に来てます。簡単じゃん。簡単。これいい。僕が前やってたのにも簡単。そうなんです。ねえ、はい、これすごい、誰でもできますよ。そうなんですよ。ただ1万円が残ってないな、僕は。残念。5000円、ダメ、ダメ、ダメ。やっぱりね、これ大人の人がやるときはやっぱり本物のお札の方がいいんですけど、もしお子さんがやる場合は、例えば紙をね、うん、切って、うん、こんな形に、うん、で絵描いたりとかして、こっちがアンパンマンでこっちがドキンちゃんだったとかね、そういうことをしても、ね、楽しめるのかなと思いました。わかりました。やってみてください。あ、すごいいいこと聞きました。ありがとうございます。ありがとうございます。またぜひお願いします。はい。